アーリントンは、アメリカ合衆国をイオ州ハンコック軍に位置する村である。2000年現在の国勢調査で、この村は総人口490人である。アーリントンは、北緯40度53分36秒、成形83度39分1秒に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、この村は総面積1.9平方キロメートルである。 このうち1.9平方キロメートルが陸地で水地域が存在しない。2000年現在の国勢調査でこの村は人口1351人520世帯及び361家族が暮らしている。人口密度は714.6平方キロメートルである。285.1平方キロメートルの平均的な密度に539件の 住宅が建っているこの村の人種的な構成は、白人99.48%、アフリカンアメリカン0.15%、ネイティブアメリカン0.00%、アジア0.00%、太平洋諸島系0.00%、その他の人種0.00%、及び 0.、根結0.37%である。ここの人口の0.22%はヒスパニック。 または、ラテン系である。212世帯のうち、25.9%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、52.4%は夫婦で生活している。9.4%は未婚の女性が接待種であり、33.5%は家族以外の住人と同居している。30.2%は独身の居住者が住んでおり、 17.5%は65歳以上で独身である。1世帯の平均人数は2.31人であり、結婚している家庭の場合は2.87人である。人口の25.9%が18歳未満で、5.3%が18歳から24歳、22.4%が25歳から44歳、24.7%が45歳から64歳。 21.6%が65歳以上である。平均年齢は43歳である。女性100人に対し、83.5人が男性である。18歳以上の女性100人に対し、83.3人が18歳以上の男性である。この村の世帯ごとの平均的な収入は 3537US ドルであり。 家族ごとの平均的な収入は 37,083US ドルである。男性は 25,938US ドルに、対して女性は 17,031US ドルの平均的な収入がある。この村の一人あたりの収入は 14,643US ドルである。人口の14.9%及び、家族の11.9%は貧困線以下である。 全人口のうち18歳未満の24.6%および65歳以上の12.5%は貧困線以下の生活を送っている。U.S. g ギャザティア・ Files 2012 0 0 0戦 &1990 United States Census Bureau http://www.census.gov スラッシュ g o スラッシュ www gaze tteer スラッシュ z h t m l 201年4月23日閲覧アメリカンファクトファインダーユナイテッドステイツセンサスビューロー http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。